皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。今日のテーマは、バンカー。硬いバンカーから弾かれないで打つ方法。これをちょっとね、お話していきたいと思いますね。どうでしょう皆さん。弾かれてますね。結構多いですね。これね、バンカーで、こういう硬い締まってるところで弾かれる人には特徴があるんですよ。なかなかね、皆さんそれが分かってない。通常の状態のバンカーショットと同じように打ってしまっている人がとても多い。で、この弾かれないバンカーの打ち方、しっかり理解できれば、通常のバンカーもうまくいきます。だから、まず弾かれないテクニックを覚える。そしてそのバウンス使いを理解すると、非常にバンカーが上手になる。つまりね、バンカーイコールバウンスなんですよ。で、バウンスが弾く、バウンスの音。叩く音、ここを理解する。つまりね、ウェッジは、よくサンドウェッジは、サウンドウェッジって言われるんですね。音。パーンとこうね、砂を叩く音、ここが重要だというふうに言われている。というふうにね、皆さん、知らない人多いと思うんで、ぜひとも今日はね、しっかり理解して、勉強していただければというふうに思います。まずね、目次としては、まずはバンカー、ダメな人の特徴を3つ解説し、弾かれない、構え、そして練習ドリルを何個かアドバイスしていきたいなというふうに思います。じゃあね、早速レッスンの方に入っていきますね。まずダメな、バンカーから弾かれてしまう人、まず3つ、どういう構え、まず特徴、頭が浮いている、3つね、特徴、頭が浮いている。そして振り抜こうとしている。そして3つ目がかなり手前から入っている。ここら辺ですね。そしてちょっと解説しますよ。まずは、弾かれる特徴で頭が浮いてるとね、どういうことかというと、構えた時にね、こうやって頭が浮いてるの。こういう風に、こう地面に構えたらね、こう開いて構えた時に頭が浮いちゃってる人、これ弾かれますよ。ちゃんと、この頭側、ここを開いた状態の時に、ペトって地面につけること。ね。そしてこちらから見て、ここがあまり浮かないように、ちょっと開いた状態で、かつ、ここをつけてあげる。ちょっとハンドファーストで、かつ頭がちゃんと地面につくように構える。こんな感じですね。こうやっちゃうと浮いちゃいますからね。これダメな構え。で、あとこういう構えね。頭が浮いちゃう。頭が浮くと、弾かれちゃうというよりはもう、こう、フェースが入っちゃうんで、刺さっちゃう。うん。これは通常のバンカーでもそういう風になっちゃう方多いね。なので必ず、こう、頭が浮いてる状態で構えていくください。で、だけども、どうでしょう。バンカーはね、皆さんね、勘違いまでいかないけど、こう、どしっと構えろっつってね、手を下げる人が多いの。で、下げてしまうとまずいんですよ。だから、ちゃんと、ここの手元が、あんまり下げすぎないようにして、どしっとしていくっていう感じで構えていくといいんですよね。だから僕はちょっとグリップ短く持って、手元があんまりこう落ちないようにして、下がってもね、どしっとしてもほら、これだってやると、そんなに手元下がんないでしょ？んで、そういう、バンカー弾かれそうな時はですね。そして、ここの頭側をちゃんと地面につける。ような開き方をします。で、二つ目、振り抜こうとしてる。これはね、まあこれは後ほど練習ドリルで話もするんだけれども、これはね、振り抜こうとするってことはね、どうしてもこう、体が起き上がってしまうんですよ。どうしてもそうすると、地面を叩くという感覚じゃなくて、体が浮いてる分だけミートのポイントがずれてしまうと。なので、どちらかというと右手のポジションはここ。ここで、手を押さえつけていけるかどうかですね。押さえつけて。で、叩いていくというような動きを覚えていかなきゃいけないので、どちらかというとやっぱりインパクトで終わり、インパクトでゼロ。終わりっていう感覚。ここが重要になってきます。まあ、そこから考えていくと、3つ目。かなり手前から入る人。もうかなりね、こう、手前から当たっちゃう人がすごく多いの。だから、3センチ手前はダフレとかって言うんだけど、硬いバンカーの時は開いたところからもう直に近いところに入れてください。もうそれでね、もう、まあ、ホームランやってもしょうがない。まあ、練習です。だから自分の入れるところをきっちり決めて、そこに向かって入れてあげる。もうこうなってる時点でもうダフるから、もう直接入れてもいいよ。ここがダフるんで。だからあんまりこうなってもいけないですが、手前から入りすぎて弾かれちゃうところがあるので、ボールの直接入れていく感覚。だからまず構えが大事だってことがすごくわかる。必要なんですね。だから構えをまず気をつけなきゃいけない。で、そこで、まずアドレスが重要なんですよ。弾かれない形。これを覚えるということね。で、これはね、まあ、今先ほどお話ししたんですけれども、ちゃんと、まずは開いていく形を作るときに、こういうふうにヘッドをこう下げていく。こうくるくる回るとヘッドが落ちるでしょ。この部分をちゃんと頭を地面につける。そして、こう構えていく。で、この時に、少し短く持てば、あまり手下げなくても開いて、頭がちゃんとついた構えになるので、こういう感じにしてあげると。で、バンスカ弾かれない構え。まず開いてください。開いた時にソールがペトってくっつくように、これ浮いてる状態じゃなくて、少しこのように、ソール側をくっつけるときに、ちょっと頭をね、まあ上から見て、ちょっと頭側をくっつけるようなイメージです。それで開いてくださいね。で、バンスとのこの隙間をちゃんと埋めて、上からこう叩くようなイメージ。そしてこう擦るように上からギュッと押さえつけるようなイメージになります。まあそこからね、どういう練習したらいいか。バンスをぶつける練習っていうのが、練習があります。で、一つ目が、下げてあげる。グリップの動き。で、二つ目が、脱力感。ね。脱力感によるニーアクション。そして3つ目が、インパクトで引っこ抜く。この3つをちょっと話してみます。で、1つ目、下げてあげるっていうのは、バンスを地面で叩く練習してみてください。その時に、こう、手元がここまで下がる。上がる感じ。ここまで上がる感じね。で、この時に、こう、バンスが、ここで当たるところ、こうやって、こう、地面が、に、こう、衝撃で、こうやって、こっちに下がるでしょ。この時に頭側が地面をポチッとこう叩くの。この時ね。で、この時皆さん叩くっていうと手を上げて下げるってやっちゃうの。上げて下げる。これだと終わっちゃうの。止まっちゃうのね。これがポイント。下げて上げるんですよ。まあ、剣道の面みたいなもんね。こういう感じ。だから、下げて上げるとパツンと当たるから。そこにここまで。で、上げすぎたらダメよ。だからここがポイントだけどね。自分で上げて下げるポジションを止めてあげるところのテクニックを覚えて。ポーンと。そうすると、ちょうどいいところですね。狙ったところで、こう、叩けますから。と、バウンスが当たりますんで、そこで弾かれないようにグッと押さえつける。そうすると、ちゃんと、ボールを、下を入れれるんで、弾かれないで叩けます。下げ上げの練習を、下げ上げすぎちゃダメよ。ちょうど、上げるところはここまで。バックスイングでは、どっちかというと、バックスイングちょっと上がったら手元を下げていくような感じ。で、そこから上げる感覚で。そうすると、こういう感じ。ではね、実践でちょっとやってみましょうか。こう、下げて上げるというところ。下げて上げる。まあ、上げてもね、ちゃんと上げすぎてしまうとね、手元が浮きすぎてしまうので、それもまずいですが、この時にこの頭側が地面にぶつかるようなイメージです。頭のこのソールの部分ですね。ちょっと開いてるでしょ。で、下げて上げる。この上げる時にぶつける感覚ですよね。そうすると、しっかりと弾かれないで。ぐっとこうね、一回下に入った時に上げる。このタイミングがバウンスをぶつけるタイミングということになるので、ちょっと繰り返し、ちょっと極端に。このぐらい極端にもやってますね。下げて上げる。上がる瞬間にバウンスがぶつかる。この感覚を何度も練習してみてください。で、その時に2つ目の要素ですね。脱力のニーアクション。これがね、結構重要。このポジションの時に自分も足が浮いちゃうと、これじゃあちょっとなかなか地面を押さえつけれないので、これね、こういう練習。こういう脱力。こういう脱力してみてください。そうするとニーアクションになるから。ここで、ふっとこう下がる感覚の時に、こう、ふっとこうね、ちょっとこう落ちるようなイメージね。これ練習はね、こうやったものをね、こうやって、こう、ここから、こう、脱力で、ふっ、こう自分がふっと下がるような感じ。で、これ結構ダウンスイングのポイントにもなるね。ふっとこう力をふっと抜くっていうか、こういう股関節の使い方になるので、ダウンスイングのポジションにも、の練習にもなるので、この2アクションを覚えて、まあ、いわゆるシットダウンね。こうやってシットダウンするような、こういう股関節の形の練習にもなりますから、これをうまく利用して叩いていく。ではね、実践してみます。こう脱力の2アクション、股関節にクッと角度が脱力で落ちる感じですね。その時にヘッドが下に入る。自分の重心が下がる。これでこう弾かれるのを防ぐ。体重を乗っけるようなイメージになりますね。でもグッと力入れるんじゃなくて脱力のイメージです。この感じですね。そうするとこの後に上がる動作を入れても弾かれません。ここで押さえつける感覚が出ますので、この2アクション、ここがね、硬くなっちゃうとダメですよ。だから、股関節周り、こう、あまりこう、緊張させないようにして、で、ヘッドをストンと落としてあげる。そんな感じでボールを打つと、弾かれないでボールを打つことができます。そして3つ目、インパクトで引っこ抜く。これはね、バウンスを当てた後にもう一回戻す練習して、手元を流れないようにする練習するの。ここで。ね。で、ここで叩いたら終わりっていう練習をしていく。どうしても振り抜こうとするので、手元が流れちゃうので、そうすると弾かれてしまいますから、インパクトで終わりという練習のためにも、この練習。止める練習ですね。この3つですね。それでは実践しています。まあ、インパクトでゼロになって止める。で、引っこ抜いて元に戻すようなイメージね。当てて引っこ抜く。こんな感じですね。当てるときだけ力入れて、あとは抜いて、そしたら戻す。こんな練習をすると、インパクトでゼロ。インパクトで打った後終わりという感覚。振り抜くっていう感覚じゃなくて、打ったら終わりという感覚がわかります。これでね、バウンスにぶつけていく感覚。これを、バウンスを地面にぶつける感覚を覚えてください。下げてあげる脱力の2アクションと、そしてインパクトで引っこ抜く。この3つを覚えていくと、まず、このバウンスを当てる感覚っていうのが理解できます。それはね、実践。実際の硬いバンカーの打ち方。このバックから下げて、ここで上げる2アクション。そしてインパクトで0。もう打ったら終わりです。ここで止まってるんですね。だからすぐ終わり。振り抜くんではなくてね、止める感覚でバウンスの弾かれないようにすると。ここら辺が重要ポイントになります。さあ、ここまでどうでしょうか。結論。まず、バウンスをね、使う、弾かれる人はバウンスを使いたいの。だから、まずバウンスをちゃんと、遠側のこの部分をちゃんと接する、地面に接してアドレスできるかどうか、ここがポイントです。これができてくると、まずいろんなことができる。その後にですね、テクニック、下げてあげるとか、2アクション、インパクトで止めるという練習につながりますから、まあ、ここがまず浮いたりとか、するような構えになっている、ないか、もう一度確認してみてください。そうすると、弾かれない感覚が分かってきます。その後に、いろんな、今日のやった練習ドリルをしっかりとやってみると、絶対にね、何か新しいことが分かる。そうすれば、スピンを効かせるとか、いろんなテクニックもこれから使えてきますから、まずですね、この構え、そしてそこから捉えていく、この手元のテクニック、ここら辺までをしっかりと覚えてみてください。それでは今日はこのぐらいで終わります。さよなら、バイバイ。オンラインサロンのご案内です。原田ゴルフの遠隔のレッスンが受けられる。そして、その他限定動画、YouTube の先行配信、その他いろいろなサービスが充実しております。ぜひともオンラインサロンに参加してみてください。家でも学べる新しい形、原田ゴルフオンラインサロンをよろしくお願いいたします。お申し込みは概要欄か、ウェブのこちらから参加してみてください。こっちかな？札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル。最新動画見逃したくない方は、まずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜7時にお会いしましょう。